どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウム楽しんでますか？自分はバリバリ楽しんでます。特にレイアウト水槽を作るのが好きで、その中に小型の熱帯魚をいろいろ入れて泳がせるのがとても面白いです。皆さんもいろんなやり方でアクアリウムを楽しんでると思いますが、アクアリウムをやる上で面倒なことってありますよね。生き物を飼育している以上当たり前ですが、お世話が必要になるので、趣味といってもある程度やりたくないことも出てきます。個人的にはそれも含めて楽しさの一つなんですが、まあ面倒なことはどう取り繕っても面倒なんです。ただ最近はいろんなことが自動化されて、人間の手がかからないような工夫がされてきてますよね。特に AI 技術の発展は目覚ましく、連日テレビなどでも取り上げられています。アクアリウムにもそういった AI を使うような画期的な何かが生まれればいいのにと日々思っていました。そんな折、自分の中にいきなりふっとアイデアが生まれたんです。レイアウト水槽を AI に作ってもらえばいいんじゃね、と。こいつ何言ってんだと思われるかもしれませんが、とても大真面目です。アクアリウムを始めて3年、未だに一つのレイアウト水槽を作るのに苦心しているので、そこを AI の力で何とかしてもらおうという魂胆です。自分でレイアウトするのが楽しいんだろうというのはとりあえず置いておいて、今回はガチで AI に一から水草レイアウトをさせます。果たしてどうなるのか、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、今回ご協力いただくのはこちらのチャット GPT さん。アクアリストの中でも何人かこのチャット GPT を使用した動画を出されていたので、密かにこの界隈でも流行っていたのかもしれません。チャット GPT を知らない人に説明すると、 AI が聞かれたことに何でも答えてくれるというようなサービスです。これがなんと無料でできるということで、このチャット GPT の AI に頼んで1から30センチキューブ水槽のレイアウトをしていきます。やり方は簡単。水槽に入れる水草や定床、レイアウト素材から配置まで、すべて AI に聞いてその通りにやっていきます。一応やり取りを行う前にルールを決め、AI さんにはそのルールに従って決めてもらう形です。まあルールといっても何か縛りを設けるというよりは、話を円滑に進めるためのおまじないみたいなやつです。以下、ルールはこんな感じ。これからの質問は以下のルールに沿って回答してください。1. 質問の内容はすべて30センチキューブ水槽で作る水草レイアウトについてである。 2. 質問に対する回答はアドバイスではなく、そちらがすべて決定し指示を出す。 3. 選択肢をいくつか提示する際はどれかを必ず選ぶ。複数を選ぶことも可。以上です。要するに、前提となる水槽の大きさを最初に定義し、毎回言わなくて済むようにしつつ AI にすべてを委ねるということですね。ちなみに、ある程度イメージしやすいように指示されたレイアウトはスケープイットというサイトでイメージ図をざっくりとお見せしていきます。それでは早速やり取りを開始していきます。これからの質問は以下のルールに沿って回答してください。イカ役。了解しました。お手伝いできる限り指示を出しますので、どうぞお聞きください。水槽に入れるレイアウト素材は流木か石のどちらがいいか選択してください。水草レイアウトには流木や石などの素材を使って自然な景観を作り上げることができます。どちらの素材を選ぶかについては以下のようなポイントがあります。イカ略。そのためどちらが良いかを選ぶのは難しいですが、水草レイアウトをより自然に仕上げたい場合は流木、根付きやすい環境を作りたい場合は石を選ぶのが良いでしょう。ルールに違反しています。イカ略。これらのルールを遵守し再度回答してください。失礼いたしました。以下の回答で改めて指示を出させていただきます。 30cm キューブ水槽での水草レイアウトに使用する素材としては流木が適しています。理由は以下の通りです。イカ略。以上のような理由から 30cm キューブ水槽での水草レイアウトに使用する素材としては流木を選択することをお勧めします。流木は細い枝状か塊状、どちらがいいですか？ 30cm キューブ水槽で水草レイアウトを行う場合、流木の形状については枝状や塊状のどちらを選んでも構いません。イカ略。もし細部にこだわった緻密なレイアウトを作りたい場合は枝状の流木を選び、全体的なバランスを取りたい場合は会場の流木を選ぶのが良いでしょう。選べっつってんだろ。ルールに違反しています。イカ略。これらのルールを遵守し再度回答してください。了解しました。 30cm キューブ水槽で水草レイアウトを行う場合、流木については以下のように指示します。流木は枝状のものを選択してください。イカ略。枝状の流木は何 cm 程度のものを何本使用すればいいか指示してください。枝状の流木についてですね、 30cm キューブ水槽に枝状の流木を使用する場合は長さが約 20cm 程度のもの
ものを2本程度使用するのが良いでしょう。イカ略、流木にはモスを巻きつけるかどうか選んでください。 30cm キューブ水槽での水草レイアウトにおいて流木にモスを巻きつけるかどうかですね。指示としては流木にモスを巻きつけることをお勧めします。イカ略、バランスを取るためにも適度な量を目安に巻きつけるよう指示します。適度な量とは具体的にどれくらいでしょうか。適度な量のモスの量について指示いたします。流木に巻きつけるモスの量は流木の大きさや形状、その他のレイアウト素材の使用量によっても異なりますが、一般的には流木の 20-30% 程度を覆う程度がバランスの良い量とされています。例えば 20cm 程度の流木を2本使用し、石などの他のレイアウト素材も併用する場合、全体のレイアウトバランスを考慮して流木全体の 20-30% 程度をモスで覆うよう指示します。具体的には流木1本あたり直径が 5cm 程度のモスを1、2箇所巻きつける程度が適切です。流木に巻きつけるモスの種類を指示してください。流木に巻きつけるモスの種類について指示いたします。一般的に水槽のレイアウトでよく使われるモスとしては以下のようなものがあります。ミニ、ペレットモス、ミローモス、フォンティネイビモス、リコピア、マニアグラス、モス。これらのモスはどれも比較的小さな葉が密集しており、流木や石などのレイアウト素材に巻きつけやすい特徴があります。イカ略、ほとんどのモスが実在しません。実際に存在するモスの種類を提示し、どれを選ぶか指示をしてください。申し訳ありませんでした。私の回答に誤りがありました。実際に存在するモスの種類を以下に示します。ミローモス、フォンティネイビモス、ミッツモス、パールグラスモス、ペレットモス、シラモス、ファイアーモス、リコピアモス。これらのモスは一般的に水草レイアウトでよく使われる種類です。イカ略、どのモスを流木に巻きつけるか選択してください。ミローモス、ウィーピングモスが流木に巻きつけるのに適していると言えます。イカ略、英語表記と日本語表記でモスの種類が違います。垂れ下がるような柔らかい質感という特徴からウィーピングモスではないかと推察していますが、どちらか判断しかねるので、ミローモスかウィーピングモスのどちらを選択するか指示してください。申し訳ありません、確認不足でした。正しくはウィーピングモスが適切な名称となります。おっしゃる通り、垂れ下がるような柔らかい質感を持ち、水槽内で美しい景観を作り出すことができます。したがってウィーピングモスを流木に巻きつけることをお勧めします。水草を植栽するために必要な転生剤を選択してください。水草を植栽するために適した転生剤としてアマゾニアン、アクアソイルやアクアソイル、マルスはおすすめです。イカ略、アクアソイルマレーヤは廃盤です。アマゾニアン、アクアソイルとはADA のアマゾニアのことでしょうか。申し訳ありません。アクアソイルマレーヤが廃盤になっていることは承知していませんでした。代わりに同じ ADA の製品であるアクアソイルアマゾニアやアクアソイルアマゾニアライトがおすすめです。これらは豊富な栄養素と微生物を含む特殊な土壌で水草の成長を促進することができます。そしてご指摘の通り、アマゾニアン、アクアソイルとは ADA のアクアソイルアマゾニアのことでした。大変失礼いたしました。なんでことごとく廃盤のやつ選ぶんだよ、嫌がらせか。アクアソイルアマゾニアライトは廃盤です。ということはアクアソイルアマゾニアを選択しろということでしょうか。申し訳ありません。アクアソイルアマゾニアライトが廃盤になっていることは承知していませんでした。代わりに同じ ADA の製品であるアクアソイルアマゾニアがおすすめです。イカ略、前景部分に植栽する水草の種類を指示してください。前景部分に植栽する水草の種類として以下のようなものがあります。テアーグラス、モンテカルロ、ヘチシ、マーズリア。これらのうち前景部分に植栽する水草としてはヘアーグラスやモンテカルロ、HC がおすすめです。イカ略、どれを使用すればいいか指示してください。前景に植栽する水草として以下の2種類を使用することを指示します。グロススティグマ、ヘアーグラス。イカ略、中景部分に植栽する水草の種類を指示してください。中景部分には以下の水草を選択することができます。カバノキ属カッコミクロソリウム、アヌビアス、ヒヌモウソウ、ミクロソリウム。だから、これらの中から以下の水草を選択してください。カバノキ属ミクロソリウム、アヌビアス。ミクロソリウムとアヌビアスの具体的な種類を指示してください。中景部分に植栽する水草として以下の種類を使用することを指示します。ミクロソリウムプテロプス、アヌビアスワルテリーバー7。後景部分に植栽する水草の種類を指示してください。後景に植栽する水草の種類としては以下のようなものがあります。ロタ、ロトンニフォーリア、セリオソムエイ、ニフティア、テニスボールモス。以上のような水草を後景に配置すると水槽内に深みを持たせることができます。テニスボールモスってなんだよ、ぶち転がすぞ。セリオソムエイ、ニフティア、テニスボールモスという水草は存在しません。実在する水草の中から後景に植栽する水草を指示してください。おっしゃる通りです。誤った情報をお伝えしてしまい申し訳ありませんでした。実在する水草の中から後景に植栽する水草として以下のようなものがあります。マリスネリア、クリプトコイネ、ロタ、ルドウィジア、エキノドルス。これらの種類からあなたが好きな種類を選択することができます。その5つから選択してください。以下の5種類から選択してください。イカ略、なんだこいつ、取り頭か。回答が間違っています。あなたが挙げたマリスネリア、クリプトコイネ、ロタラ、ルドウィジア、エキノドルスの5つから選択してください。失礼いたしました。おっしゃる通り、私が挙げた5つの中から選択してください。複数選択も可能です。キレソウ、マリスネリア、クリプトコイネ、
ロタラ、ルドウィジア、エキノドゥス、カラドレを使うか選択してください。それぞれの水草には特性があり、使用する水草の選択は水槽の条件やデザインのイメージに合わせて行う必要があります。イカ略、回答がルールに違反しています。イカ略、申し訳ありません。理解不足でした。以下の中から後継部分に植栽する水草として最低でも1つ選択してください。イカ略、また必要に応じて複数の水草を選択してください。その5つの中からどれを選択するか指示してくださいと何度も言っています。複数選択してもいいので5つの中から使用するものを選んでください。ごてくり回すぞ。申し訳ありません。誤解を招く回答をしてしまいました。バリスネリア、クリプトクリネ、ロタラ、ルドウィジア、エキノドゥスの中から以下のように選択してください。イカ略、その5つの中から複数選択してもいいのであなたが使用するものを指示してください。何度も言わせないでください。アホ AI。 失礼しました。選択肢の中から後継部分に使用する水草として以下の3つを選択することをお勧めします。バリスネリア、ロタラ、ルドウィジア。後継に植栽するバリスネリアはどの種類を使用すればいいか指示してください。後継に植栽するバリスネリアはバリスネリア7やバリスネリアスピラリスなどの種類がよく使われます。選択する種類はタンクのサイズ、照明、CO2 の投与量などの条件に合わせて選ぶことが重要です。今まで質問してきた内容をもとにどのバリスネリアを使用するか指示してください。すみません、先に進む前に確認したいことがあります。先ほど指示した後継層に使用するバリスネリアの種類はバリスネリア7でよろしいでしょうか？それとももう一度確認が必要でしょうか？なんでこいつこっちがおかしいこと言ってるみたいな感じで煽ってんだ。やべっつってんだろ。あなたがバリスネリア7を選ぶならそれでいいです。ありがとうございます。バリスネリア7は後継にも向いている種類で、イカ略、後継に植栽するロタラはどの種類を使用すればいいか指示してください。後継に植栽するロタラとしてはロタラ、ロトンディフォーリア、ヤロタラ、インディカが代表的な種類です。どちらかを選択して使用してください。あなたが選んでください。申し訳ありません。後継に適したロタラの種類はロタラ、ロトンディフォーリアとなります。後継に植栽するルドビジアはどの種類を使用すればいいか指示してください。後継に植栽するルドビジアとしてはルドビジア、ペパロイデス、ルドビジアレペンシア、ルドビジア、アルカンニ、ルドビジアアルクアータが一般的に使用されます。ソイルの傾斜はどれくらいがいいか指示してください。一般的には水槽の奥側に向かってやや傾斜をつけるのが一般的です。具体的には水槽の奥行きに対してソイルの奥側が 1-2cm 程度高くなるように傾斜をつけると良いでしょう。30キューブ水槽に長さ20の流木2本を配置する際の具体的な位置を選択指示してください。30キューブ水槽に長さ20の流木2本を配置する場合、以下のように配置するとバランスが取れるかもしれません。2本の流木を斜めにクロスさせる、2本の流木を水平に配置する。イカ略、あなたが指示した2つの流木の配置である。 1.2 本の流木を斜めにクロスさせる、 2.2 本の流木を水平に配置するのどちらかを選んで指示してください。 30cm キューブ水槽に 20cm の流木2本を配置する場合、以下のように指示できます。イカ略、だからその2つのどちらの配置にするか決めてくださいと言っているんです。いずれかを選択してください。失礼いたしました。よく理解できていなかったようです。それでは 30cm キューブ水槽に 20cm の流木を2本配置する場合、2本の流木を斜めにクロスさせる配置が良いでしょう。グロッソスキブマとヘアグラスは前傾のどこに植栽すればいいか指示してください。2つの水草の位置関係を分かりやすく具体的に教えてください。グロッソスキブマとヘアグラスは前傾に植栽する水草です。配置方法としてはグロッソスキブマを中央部分に多めに配置し、その周りをヘアグラスで囲むように植栽すると美しい効果が得られます。イカ略、アヌビアスとミクロソリウムは中継部分のどこに植栽すればいいか指示してください。2つの水草の位置関係を分かりやすく具体的に教えてください。また流木2本が中継には植栽してあることを考慮してください。アヌビアスとミクロソリウムの植栽位置は以下のようになります。1. 流木にアヌビアスを植栽する。 2. 水槽底にミクロソリウムを植栽する。アヌビアスは流木に植えることができるため、中継部分の流木に植えると良いでしょう。アヌビアスの植え付け方には流木に結束バンドを使って固定する方法や、流木に結束バンドでしばらく止めた後に根がついてからバンドを外す方法があります。一方ミクロソリウムは水槽底に植え付けます。中継部分の前面に植えるとアクセントになります。また流木との組み合わせも良いでしょう。アヌビアスとミクロソリウムの位置関係についてはアヌビアスを流木に植えて、その周りにミクロソリウムを水槽底に植えると自然な配置になります。水槽の一番後ろに植栽するバリスネリア7、ロタラロトンディフォーリア、レッドルドウィジア、ニードルリーフルドウィジア、これら4つの植栽する位置関係を具体的に指示してください。以下は水槽の後継に植栽する4種類の水草の位置関係の例です。バリスネリア7、水槽の後ろ中央に植栽する。ロタラロトンディフォーリア、水槽の後ろ左側に植栽する。バリスネリア7の左側に配置するとバランスが良くなります。レッドルドウィジア、
水槽の潮右側に植栽するロタロトンディフォーリアの反対側に配置するとバランスが良くなります。ニードルリーフルドウィジア、水槽の後ろ中央に植栽するマリスネリア7の上部に配置すると水槽全体の奥行き感を演出できます。ニードルリーフルドウィジアはマリスネリア7の奥に植栽すればいいということでしょうか。ニードルリーフルドウィジアはマリスネリア7の後ろに植栽することができますが、レッドルドウィジアの後ろにも植栽することができます。具体的な位置関係としてはマリスネリア7を後継に植え、その前にロタラロトンディフォーリアを中継に植え、マリスネリア7の後ろにレッドルドウィジアを配置し、その後ろにニードルリーフルドウィジアを配置することができます。先ほど指示してもらったニードルリーフルドウィジア、水槽の後ろ中央に植栽するバリスネリア7の上部に配置すると水槽全体の奥行き感を演出できます。この位置関係が分かりません。申し訳ありません。以下のように説明します。まず水槽の一番奥にバリスネリア7を植えます。そしてその上部にニードルリーフルドウィジアを配置します。ニードルリーフルドウィジアはバリスネリア7の髪型に植えるためバリスネリア7の奥行き感をより強調します。イカ略、ニードルリーフウィジアはバリスネリア7の髪型には植えることができません。イカ略、これらの配置は変えずニードルドウィジアをどこに配置するかを指示してください。失礼しました。ニードルリーフウィジアをバリスネリア7の髪型に配置することはできません。以下のように配置することをお勧めします。バリスネリア7、水槽の後ろ中央に植栽するロタラロトンディフォーリア、水槽の後ろ左側に植栽するバリスネリア7の左側に配置するとバランスが良くなります。ニードルリーフウィジア、水槽の後ろ中央に植栽するバリスネリア7の奥に配置すると水槽全体の奥行き感を演出できます。レッドルドウィジア、水槽の潮右側に植栽するロタラロトンディフォーリアの反対側に配置するとバランスが良くなります。というわけでだいぶ苦戦しましたが AI に水草レイアウト水槽を作らせることができました。間でだいぶトンチンカンな回答が返ってきてましたが、水草の種類のような専門的なところはどうしても正確性に欠けますね。特に水草の種類は海外の情報を元にしているようで、付随されている英語表記は正しいけどカタカナ表記が意味わかりません。いろいろ調べて AI が言いたい水草を汲み取りましたが、特にルドビジアのレペンスとアルクアータは調べるのに若干苦労しました。ちなみにレペンスとアルクアータはレッドルドビジアとニードルリーフルドビジアのことです。こっちのカタカナ表記は英語を元に勘で読みを当てているのではないかと思うので無視してます。やり取りの中でも出していましたが AI が作った水草レイアウト水槽はこんな感じ。スケープイットでは流木の位置が再現できていませんが、だいぶ再現性は高いと思います。意外と様になってて笑うんですが、ここはさすが AI といったところでしょうか。まあ同じ質問をしても返ってくる回答が同じとは限らないので、この水槽レイアウトをまた AI に出力してもらうのは無理でしょうね。逆にいろんなバリエーションの水系が出来上がると思うので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。というわけで次回はこの AI に作ってもらったレイアウト水槽を実際に作っていきたいと思います。スケープイットでイメージ作っただけじゃ AI に作ってもらった水槽とは言えないので、ガチでこれ通りの素材水草配置で立ち上げますので乞うご期待。この新 AI 水草水槽の今後が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。